はい、芋焼酎で、薩摩郡小牧、まあここの蔵は有名な蔵の一つですよね。なんですけど、あのこれはねにっこりしてしまう感じで、古酒なんですね。夏のうちに出会って、まあ、酒屋さんに夏焼酎が終わったら仕入れるからということでキープしてもらっておいた一本なんですけども、まあ古酒ってね、芋焼酎って古酒ってなると味が落ち着いてしまって香りがね、芋独特の香りとか味わいとかがな薄れてしまうって、ある種あの芋焼酎の特徴が、一つなくなってしまうんじゃないかっていうところは、懸念されるし、実際そういうのはあるんですけど、これはうまい。なんていうんですかね、焼酎っぽいアルコール感っていうのが全くまでいかないけど、かなり抑えられている中に味がしっかりあって、それが一度口の中で残りながらも消えていくっていう素晴らしい出来ですね。まあ、今年の一番の出会いかもしれないと言ってもいいくらいうまい一本でした。まあ、あんまり見かけることはないと思いますけども、値段かかわらずこれは一度手にした方がいい一本ですね。まあ、うちでもあのそんなにはちびちび出してるけど、年末までにはまあ間違いなくなくなるでしょうね。